どうもイクルです。本日はプロスピアニバーサリー事前選手評価をやっていきたいと思います。プロスピアニバーサリーが近づいてきているので、選手の評価を事前につけておいて、この選手欲しいなっていうのをまとめておきたいのと、皆さんに少しでも参考になればなと思い、この動画を作成しました。一旦ガシャの概要を解説します。アニバーサリーのガシャは30連でアニバーサリープレイヤー1人確定、60連で自チーム S ランク1人確定となっています。30連は750エナジーで、60連は1500エナジーかかります。なので1段2段両方引くには3000エナジーかかることになります。そして選択契約書込みだと、例年通りであると1250エナジー引かなきゃいけないので、合わせると4250エナジー必要となります。4250エナジー溜まってる方はそんなにいないとは思うんで、どの選手を引くべきかは事前に整理しておきましょう。自分の使っている選手が結構スピ解放をしている選手が多いので、今回の評価はただこのシリーズで強いというよりは、スピ解放も考慮した選手評価としていきたいと思います。はい、それでは今回はパリーグ編となります。それでは選手紹介どうぞ。まずはオリックス山下選手です。山下選手はアニバで9位デフォルト A に乗ります。球種がストレート、パワーカーブ、フォーク、スローカーブの4球種となっていて、ちょっと球種の少なさからリアタイではきついかなというところがあります。パワーカーブ後の変化量に慣れてきた人も多いっていうのも、ちょっとそうですね、優先度が下がる理由になります。特殊能力が超剛速球、伸び、奪三振で、そんなに悪くないんですけど、そうですね、やっぱり球種が少ないのが今回の獲得優先度低めになってしまう理由なのかなといった感じです。次はオリックス山岡選手です。山岡選手はアニバでデフォルト9位 A に乗ります。山岡選手は球種は、そうですね、そんなに変わりはないんですけど、球種が豊富で、今回中継ぎ適正 F がついているので、中継ぎ適正の山岡選手は貴重だと思いますので、 D カーブ山岡さんを持っていない人はこの山岡さんを手に入れてもいいんじゃないでしょうか。次はソフトバンク藤井選手です。藤井選手はアニバでデフォルト制球 C に乗っています。藤井選手はフォースラの回転がシリーズ1と変わってしまっているので、ちょっと弱体化してしまっています。なので今回の獲得優先度としては下がってしまいます。ただシリーズ1とか過去版を持っている人については、一応スピ解放の素材とか、限界突破に使えたりするので、あえて取る必要はないと思いますけど、一応使い道はないことはないと思います。次はモイネロ選手ですね。モイネロ選手は球威が高くて、球種はちょっと少ないんですけど、一つ一つの変化量が大きくて、特殊能力が超タイピンチなので、モイネロ選手は左の中継ぎとしては結構強い方なのかなと思っています。ただモイネロ選手の能力が弱体化することはそんなにないと思うので、他に欲しい選手がいたら無理して取る必要はないかなっていったところになります。次は西武の源田選手です。源田選手はショートの適正 A で、ステータスで恩恵を受けるのは走力ですかね。やっぱり守備って走力も関係あるので、走力1上がるっていうのは嬉しいことなのかなと思います。守備もご覧の通り積極ついてますし、特殊でスローイング B に乗せることもできるので、源田さん持っていない人は
ありっちゃありなのかなと思いますけど、守備要員の選手に1500エナジーっていうのは結構大変かなと思いますので、純正で持っていない人以外は、まあ、そこまで優先度高くなくてもいいのかなと思います。次は西武の高橋選手です。高橋選手はアニバでスタミナデフォルト A になります。球威も称号で A が狙える位置に来ます。高橋選手はシリーズ2で結構球威も上がってますし、球速が4キロ上がっているので、確定で取れるっていう意味では純正としては結構熱いなと思っています。すいません、ちょっと西武だけ自チーム目線になっちゃって。で、高橋選手超大ピンチなんですよね。なのでちょっと来年のスピリーグ考慮すると結構獲得熱いなと思っています。まあ、純正じゃない人たちは優先度全然高くないんですけど、純正からしたら結構迷うところではありますね。次は楽天の松井選手ですね。松井選手はもともと球威が高くて、まあ、ご覧の通り球種の球威も高いですし、今回何がいいかっていうとこのタイピンチなんですよね。で、タイピンチに加えてアニバの熱狂があるので、もうかなり左の中継ぎとしては強いんじゃないかなと思います。なので今回のアニバの優先度としてはちょっと高めなのかなとは思っています。純正の方は必須かもしれませんね。次は楽天の小郷選手です。小郷選手は弾道が中弾道で、アニバで称号でパワー B、 走力 A に乗せやすくなっています。守備はまあちょっと守らせるには不安で、特殊能力も第3特殊能力が粘り打ちから宿縁になるだけなので、まあ、特能も正直きついですね。なのでちょっと獲得優先度としては低めになってしまうのかなと思います。次はロッテのポランコ選手です。ポランコ選手は弾道高弾道で、アニバでパワー A が称号で狙いやすくなっています。守備はまあそんなに期待できないんですけど、特殊能力が超プルヒッターでパワーが上がりますし、第3特殊能力が宿縁なのでニートも保管できると思います。第2特殊能力もシリーズ1と同じであれば選球眼なんで、まあ、そこでもニートを保管することができると思います。ただ純正としても12球団としても替えが利く選手であるので、優先度はそこまで高くないのかなと思っています。次はロッテペルドモ選手ですね。ペルドモ選手はアニバで称号で制球 A を狙えるようになります。球種はツーシーム、縦スラ、シンキングスプリット、まっすぐしかないんですけど、この間 B ランクのペルドモ選手と対戦してみたら意外と打ちづらかったんで、まあ、純正としてはかなりありなんじゃないかなと思います。まあ、12球団であれば、まあ、慣れられたらちょっと対策されてくると思うんで、まあ、そこまで優先度を上げなくていいのかなと思います。次は日本ハム万波選手です。万波選手はデフォルトミート B、 称号でパワー A が狙いやすくなっています。守備はそんなに悪くないんですが、やっぱりパワーヒッターっていうのもあって、純正以外の方はそんなに優先度高くないのかなと思っています。まあ、純正でも正直、必須ではないのが正直なところですね。で、パワーヒッター連発で第3特殊能力が宿縁になるので、まあ、ミートは保管できるって感じですね。次は日本ハムアリエル・マルティネス選手です。マルティネス選手は弾道高弾道で、
称号でミート B、パワー A が狙いやすい状態となってアニバで出てきます。レフトとキャッチャーが守れて、捕球スローイング肩もそんなに悪くない状態で出てきますし、特殊能力が超広角打法持ちなんで、超広角打法の高弾道で守備がうまいキャッチャーっていうと結構珍しいので、まあ、坂倉さん持っていない人であったり田淵さん持っていない人はもう攻守両方マルティネス選手で成り立つので、まあ、優先度高めにしてもいいんじゃないかなと思っています。アリエル・マルティネス選手は高弾道で超広角持ちで称号でパワー A 狙えるのでかなり強いですし、パリーグの中では、1番か2番目くらいには個人的に欲しいですかね。松井選手はメジャー行ってしまう可能性が高いんで、まあかなり貴重なんですけど、アリエル・マルティネス選手も結構貴重だなと思うので、まあ、出てくれたら嬉しい選手ではありますね。キャッチャーに困ってる人はおすすめだと思います。いかがでしたでしょうか。正直パリーグで必須級の選手はいないとは思うので、まあ、よほど欲しいと思う選手がいなければ別にパリーグの選手は狙わなくていいのかなとは思いました。ただやっぱり松井選手、モイネロ選手、アリエル・マルティネス選手とか要所要所いい選手はいるので、まあ、余裕のある人は狙っていってもいいんじゃないかなと思います。はい、それではパリーグ編は以上となります。ご視聴ありがとうございました。